うん、よし、できた。あ、何見てんだ。あ、新聞も飽きてきたから、何やってるのかなって。何って、銃の整備だよ。そういえばあんたって銃器は使わねえの？長剣下げてるけど、それがメイン？意外に対銃器でも剣って使えるのよね。懐に飛び込んでしまえば銃は使えないし。俺たちは一応マフィアだからさ、一人一個ずつぐらいは銃火器を持ってるわけ。あんたら SS もうるさいしね。でもあなたたちは悪魔なんでしょ？だったらこう魔法でどうにかできたりしないの？私の痛いのを取るみたいに。ああ、俺たちにもいろいろあるわけ。何事にもさ、無限ってのはないんだよ。全部制約っつうのがつきまとうんだ。昨日どこまで話したっけ？確かマフィアのメンバーがどういう悪魔なのかって。じゃあおさらいな。俺はハエの王ベルゼブブで、ベリアルはそのまんま堕天使ベリアル。ほんでアデルは色欲を司るアスモデウス。エイレスは煉獄の番人アレストル。フェルはメフィストフェレス。で、アスタロトは地獄大公爵かつ大主刑であるアスタロト。大公爵はともかく、大主刑ってちょっと似合いすぎよね。むしろ言われてみるとそのまますぎるくらいだわ。ピンとこないのはエイリスくらいかしら。でまあ俺たちはアルモンを追っかけてここにやってきたわけ。うん、それは最近見つかったのよね。それで私に関わりがあると。最初は一番魔力の強い俺が呼び出されて、俺を契約主にする形で、ベリアルたちをそれぞれあんたらが住むこの世界、人間界に召喚したんだ。なんだか悪魔も面倒そうよね。何事にも契約が必要なんて。というわけで全員の魔力供給は俺一人で賄っているんだ。だけどさ、そんなのさすがの俺でもずっとは続けらんないんだよね。だから力の根源である人間の負の感情を手っ取り早く集めるためにマフィアの携帯を取ったんだ。そこまでは大丈夫か？うん、なんとか。まあいいや、そこは別に本題じゃない。でさっきあんたは魔法でどうにかすればいいって言ったよな。うん、だって魔法が使えるならこんなものいらないんじゃないかと思って。俺たちは権限するためにいくつかの代償を払わなきゃなんない。そのうちの一つが能力の制限なんだ。要するにさ、この人型の中に入る分の力しか持ってこられない。そのまま能力全開ではこっちに来ることはできないってわけ。だから俺たちは数ある能力の中から原則一つだけを選んでそれを持ってくんの。なるほど。あんた全然理解してないだろ。だってよくわからないものはよくわからないんだもの。昨日からいろいろなことを聞きすぎて。気になったんだもの。
まあというわけで、俺たちはそれぞれ使える能力に制限がある。でもってそれを発動させるのにもちゃんと生贄っていうか代償が必要なんだ。なんだか錬金術みたいね。おう、意外に鋭いな。要は全知全能じゃねえわけだ。神様とは違ってね。ねえ、あなたは何ができるの？ん？俺は知りたいのか？いいえ、別に知りたくないわ。ま、そのうち嫌でも知ることになると思う。だから焦る必要は別にないって。うん。年が近そうだと思って話しかけたのに、本当はそんなことなかったわけで、私とベルの共通点なんてどこにもなかったのね。さてと、メンテナンスも終わったし、買い出しに行くかな。どうせ私は留守番よね。おい、ルシエル、あのさ。うん、待って、まだ思いついていないのよ。日用品で足りないもの、いえ、幹部のセーフハウスにふさわしく何でも揃っているし、特にないわ。なあ、あんたなんか誤解してない？え？あんたも一緒に行くんだっての。私も一緒に？外に出ていいの？いいっていうか、あんたを一人にできないじゃん。ここには俺しかいないし、監視抜きであんたを置いておくのはさすがにな。監視、そっか、ベルが私を置いていっていたならいつでも逃げ出すことができたのね。なんだか恐ろしい。で、買い出しに行くからついてこいってこと。いい？いや、ダメって言われても連れて行くけどさ。でも宵の明星にも SS にも見つからないようにって。さすがに、それに建国祭も近いから厳重に警備も。俺を誰だと思ってんの？天下のベルゼブブ様なんだけど。どうなのかしら。何がどうって言われても。ああ、それそれ、そのトマトうまそう。東大元暮らしというか、なんというか、あなたの能力って動物への変化だったの、ベル？んなわけないじゃん。俺の体って形態としてすごい不安定なんだよな。見た目のデザインは基本的にハエなんだけど、本来は全ての動物の要素を持ってんの。どう言ったら伝わるかわかんないけど、俺は人間も犬も猫も鳥も魚も虫も、その全てを掛け合わせた、いわば万物の集大成みたいなもんなんだ。万物の集大成？そう。だから何にでもなれるけど、それは能力ではなく俺の本質なんだ。言っている意味わかる？要するに、あなたは全ての要素があるから何にでもなれるってことよね。で、それは制限されている能力には引っかからないと。そういうこと。
意外に飲み込み早いじゃん。動物の姿に化けてる時は俺の魔力もそれに応じて外に放出する量が小さくなる。要は気配を最小限にできるんだ。子猫の姿なら負けそうだけど、何にでもなれるってことはもっと怖い猛獣にだってなれるってことだものね。いや、それを逆らわない言い訳にしているだけだわ。はい、おしまい。あっちの角を右に曲がったら終点。俺の変化ってやっぱり完璧だよな。自分でも惚れ惚れするいや、というかそもそも子猫を見かけたところでそれが何かが変化しているものなんて普通思わないものね。ずっとその姿なら可愛いのに。あんたがお望みなら今日にも狼にもなってやるけど。いいえ、遠慮するわ。人型のあなたが一番よ。あ、そういえばこの通り。どうした？なんかあったわけ？あのね、この先を行ったところに私の家があるの。ダメだって言うと思うけど、少し寄って行ってもいいかしら？はあ、猫の姿じゃ話しにくい。で、家に帰りたいって？それはさすがに。いえ、帰りたいとは言わないわ。だって、そのマフィアの探し物のせいでお姉ちゃんに迷惑かけられないし。ただ、ちらっと見るだけでもいいから様子を伺えないかと思ったの。ダメよね。うん、分かった。少しだけならいいぜ。あんまり天使の匂いもしないし。え？ただし、あんたが妙な態度を取ったら容赦なく姉ちゃんを殺すから。分かった。でも私が逃げ出したりしなければいいってことだものね。ベル、ありがとう。なんだよ、いきなり礼なんて。だって無駄に出歩くとリスクを余計に負うことになるもの。だから承知してくれるなんて思わなかった。ずっと思っていたけど、ベルってお礼とか言われ慣れていないのかしら。まあそうなんだけど、いいんだよ。俺が大丈夫って判断したわけだし。それより、俺はあんたにそうやって礼を言われたりすると、なんつうか調子が狂う。ほら行くんだろ。ここでじっとしている方がリスクが高いってのは。あのベル。んだよ、ほら早く歩けって。ベル。まるで恋しているみたい。でもごめんなさい、私の家反対方向なの。な、
早く言え！あれが私の家。ベル、お姉ちゃん見える？あんたの姉ちゃんなんかわかんないっての。まあでも、ああ、あれかな。ちょっとあんたに似てる。私には似ていないと思うわ。華やかで綺麗で、自慢のお姉ちゃんなの。自慢ね。あんたってさ、雑魚だから気づかなかった。面倒だな。バレる前に逃げるぞ。え、どういうこと？もしかして宵の明星の幹部とか。おい、ルシエル、しっかりしろったろ。おい、どうしよう、お姉ちゃん、お姉ちゃんに何か。マジかよ、クソ。お姉ちゃん、あいつだ。あなた、どうして。許せない。お姉ちゃんに手を出すなんて。お前、ルシエル・イブリースだな。ジール・ガブリエラ様がお前を探している。私たちはお前を。あんたって本当に後先考えないんだな。勝手なことした。姉ちゃん殺すって言ったの聞いてなかったのかよ、ベル。貴様、黙って寝てろっつの、雑魚。悪魔。なんだよ、今さら。よくわからないけど、とりあえずこっち。いきなり何よ。びっくりしたじゃない、もう。お姉ちゃん、お姉ちゃん。まったく、もうどうしたっていうの、ルシエル。あなたは相変わらず子供みたいなんだから。私が何かしたらお姉ちゃんを殺すって。で、どう落とし前つけんの。俺あんたに言ったよね。あの、お姉ちゃんはいいの、黙ってて。私が守るから。なんと言っても相手は悪魔なんだもの。どうする、どうしたら。お姉ちゃん逃げて。
私では勝てない。でもお姉ちゃんの後ろにはドアがあるし、人通りのあるところまで逃げればベルだって大っぴらに殺せないはず。まあ賢明な判断だな。俺が悪魔じゃなきゃね。いい加減にしなさい。え、うちの子あんまりいじめないでくれない？ベルちゃん、ちゃん、ちゃんはやめろって言ったじゃん。どういうこと？二人は知り合いだったってこと？あれ、ルシエル！急に力を使ったせいね。ありがとう、お姉ちゃんのために。ゆっくり寝ていいわ。お姉ちゃん、よくわからないけど、お姉ちゃんが無事ならそれで。